吉尾さん、初見さん、挨拶だけでも歓迎ですぜ。孤独なわしに幸せのお裾分けをプリーズ。棒読みちゃんの教育方法矢印、野獣は、野獣先輩を覚えました。野獣を忘れました。変なの覚えさせないでね。わら。吉尾さん、22時から緩やかにドラクエスタートします。それまでレトロゲーのデモ配信でお楽しみください。リノッカさん、お疲れ様でした。ヨシオさん、早いよ、わら。ヨシオさん、これから、わら。リノッカさん、治った、わら。ヨシオさん、パワー。ヨシオさん、草。リノッカさん、昨日、終わりにミヤポンさんが忘却してた。全、小部さん、こんばんは。リノッカさん、頭に埋まる子乗っている。全、小部さん、お疲れ様でした。ヨシオさん、パワー。ヨシオさん、鳥の巣です。全、小部さん、治ってる、わら。全、小部さん、ドーナツじゃなかったのか、わら。ミヤポンさん、パワー。ヨシオさん、卵のあるよ。ヨシオさん、パワミヤポンさん、半熟ヒーロー、杉山さんやったんか。ヨシオさん、そうなの？志村嬢さん、しれと VTuber 化した、ヨッシーサム。ヨシオさん、パワー。
アルミラージさん。スクエニがまだ合併する前の頃のエニックスとスクエアの合作と言っていい半熟英雄だな。ヨシオさん、パワー。あ、こんばんは。リノッカさん、全神戸さん、ミヤポンさん、志村城さん、アルミラジコスケさん、こんばんは。じゃあ始めますか。あれ、アルミラジコスケさんってアイコンのやつがいつから変わってます？最近変えました。リノッカさん、声が遠い。あ、マイクが外れてた。あ、はい、マイク持ってきました、目の前に。アルミラージさん、全然浅くてもごめんか。杉山浩一が半熟英雄1を見てこのゲーム面白いとハマって、自らこのゲームの作曲をさせてくれと言って半熟英雄には杉山浩一作曲になった。あ、アルミラージさん、前からこれだろ。前からだっけ。一時コロコロ変わってたからね。ちょっと今マイク近づけたんですけど、どうすかね。ちょっと音大きいかな、大丈夫かな。ちょっと近づけすぎたりすると声が。ミヤポンさん、プチってる。プチってる？あら。全神戸さん、オッケーです。あ、音量はオッケーだけど、ちょっとプチってますか。ちょっと、じゃあ。あ、戻りました。プチプチ大丈夫ですかね。あ、そうなんですか。そこら辺もパロったりしてるの？これってどこが作ってたの？スクエニかな。あ、スクエニ、スクエアかね。ちょっと待って、半熟ヒーロー。アルミラージさん。スクエアか。バリバリスクエアやろ。それが杉山浩一を。すごいね。今はどうですか？プチプチいってますか？昨日アルミラージさん、FF やロマンシングサガのキャラモデルのだからな。ミヤポンさん、タイトルにスクエア、杉山浩一、出てた。あ、そうですね、ミヤポンさん出てましたね。FF やロマンシングサガのキャラモデル、あ、そうなんですね。ミヤポンさん、プチプチオッケーです。プチプチ大丈夫。あ、了解でーす。オッケー。了解でーす。ありがとうございます。困ったことにさ、次にどこに何していいのかの情報は全くもらえてないんだけどさ、とりあえず宿屋泊まりますか。あれ、宿屋がないの？ここ旗折りじいちゃんのところだもんね。情報が何もないんだよね。全神戸さん、海底では？宮本さん、自宅でただね。あ、自宅で寝れるの？ターニアちゃんが？宮本さん、元自宅か、わら。元自宅、そうだね。よしお兄ちゃん、いっぱいやらなきゃいけないことあるでしょ。いつまでも一緒にいたらおかしいもんね。友達くれないよ。布団に行きゃいいのかな、自分で。アルミラージさん、モンストルの海底神殿で寝られるぞ。それは一生の眠りについちゃう。寝れないね。ミヤポンさん、ダメだ。ベッドに話しかける。ベッドに話しかける。全神戸さん、ターニア、出ていけ。ミヤポンさん、あら、寝れなくなってる。寝れなくなってるの、もう済んじゃうとあれじゃない？お前らは用なしだになっちゃってんじゃないの？
あー、宿屋がないもんね、ここね。バーバラが MP0 なんだけど。まあ、どっかでちょっと止まってから、もう一回戻ってきますか。ミヤポンさん、もうお兄ちゃんの家じゃないってか、わら。ひどいよね。ちょっとまだ探索しないところをちょっと一通り探索しましょう。ちょっとチャット欄の部分もちょっと真ん中の部分に持ってきたので、あんまりあちらこちら顔を向かないように。昨日の配信見たらあっちずーっとなんか上左上見てるみたいな感じで。やっぱマイクの位置が重要みたいでしたね。なんか全然音拾うようになってる。しごるさん、こんばんは。あ、しごるさん、こんばんは。アルミラージさん、これターニアは実の兄弟でなかったが表の世界でも答えなのか。あれ、裏の世界だと兄弟だったよね。表は兄弟じゃないんだよね。表は単なるあれ、王子が飛んできたんだもんね。あれ、こっから行くとめんどくさいのか、降りなくちゃいけないのか、別なところから行けないといけないね。どこだろう、近いの。本庄クリアベール。じゃ、絨毯がどうのこうのっていう話はどうなったんだろう。で、船があるとかさ、アルミラージさん、表が兄弟で裏がレイド王子やろ。表と裏ってどういう表現なの。表が夢の世界、アルミラージさん、それとも裏も兄弟ではない話なのか。ん、裏と表がよくわかんないけど、俺表を現実世界って言っちゃってるんだけど、一般的には違うのかな。上の部分があれだね、まだ全然いけてないんだね。ドサンコさん、おこんばんは。久々にベースの練習してたらアンプぶっ壊しました、わら。じゃあ、あれじゃん、修理ネタが増えたじゃないですか。じゃあ、ぶっ壊したんですか。リノッカさん、ヨシオさん派、オシロスコープ派持っているのですか。あ、オシロスコープ持ってますよ。使い方がわかんないです。つか、あれですね、バンドやってたんですか。ドサンコさんは。ドサンコさんです。動画ネタが増えました。動画ネタが増えた。バンドかなんかやってたんですか、ドサンコさんは。アルミラージさん、表も裏も主人公が合体しただろ。でターニアとは表の世界も裏の世界も兄弟ではないことになるのかってこと。あー、ドサンコさん、いえいえ、ちょっと趣味で始めてみただけです。あ、趣味で、なるほどなるほど。表も裏も、そういうことになっちゃうね。小部さん、自らジャンク品を作っていくスタイル、わら。そのジャンク品を生産するところからじゃないですか。解説した方がいいじゃないですか。アルミラージさん、ドラクエでは珍しい兄弟がおる主人公かと思ったのにな。そうですね。ドサンコさん、そうですね。動画にするときは経緯から解説してきます。ジャンク理由がはっきりしてるジャンクってなかなかね、珍しいですからね。同じような境遇の人も出てくるかもしれないんで、検索ワードで引っかかるかもしれないですからね。
ハルさん。ヘチコンちゃんのんのぬんぬ。来た。こんばんは、ハルちゃん、ハルちゃんさん、こんばんは。アルミラージさん、ハルさんお誕生日おめでとうございます。ハルさん、おめでとうございます。モフ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 。ハルさん、ありがとうございます。よそじになりました。よそじか。なんだか看板がある。ここなんか見たっけ？おしゃれな人を求む。トレッカすぐそば。アルミラージさん、57歳でしたかね。57歳。トレッカすぐそ、トルッカすぐそば、カルバンジャンポルテ、ここ？ドサンコさん、もしかしてお誕生日おめでとうございます。絨毯がどうのこうの言ってたけどさ、ここかな？トルカンジャンポルテ？ハルさん、ありがとうございます。リノッカさん、16進む数なら28歳ですよ。28歳？え、どういうこと？32で2なってて？あ、アルミラージさん、28ならピチピチ。ドサンコさん、ですです。おしゃれコンテストで絨毯もらえたはずですよ。マジっすか。ハルさん、ドサンコさん、ね、ネタバレ、一足早く予想になりました。お待ちしております。わら。あ、お、同い年でしたっけ？ハルさんとドサンコさん。なるほどね。おしゃれコンテストが。トルッカっていう場所を探しちゃいいんだよね。行ってない場所にあるんだよね。リノッカさん、ヨシオさん派、今年イソジですよ。ドサンコさん、自分も来月ピチピチの40になります。あ、そうなんですね、ドサンコさん。そうなんですね。40だとまだ体があまりガタガタ、アルミラージさん、ガタガタにならない。ビチビチですね。よほど運動不足じゃなければ20代30代あたりと体変わんないですよね。40ぐらいだと。あうちゃんさん、こんばんは、お邪魔します。あ、アウちゃんさん、こんばんは。小部さん、視聴者層の40代が増えますね。あ、そうですね、40代増えますね。これ下の部分行ってないね。ちょっと歩いて徒歩で覗いてみますか。ドサンコさん、いやー、そろそろ体が思うように動かなくなってきましたよ。わら。あ、そうなんですか。ミヤコンさん、30代が減るの裏返し。わら。アルミラージさん、チャットランが特用ホームとかしてまう。特用、まだ早いよ。だって40ってまだ老眼にもなってないでしょ。あれ、あんなところに。あれ、行ったことないね。反対側から行くのか。リノッカさん、そのうち親の介護の話が出てくるよ、わら。あーね、アルミラージさん、でもヨシオさんポコチンバッキバキにボツツでしょう。ドサンコさん、老眼ではないですけど緑内障です。わら。緑内障？僕、アルミラージコスケさん無視します。緑内障大変なんじゃないの、ちょっと。それはあれ、なんかこんなのがある。
あうちゃんさん、両親はすでに亡くなりました。まるまる。ああ、なんか書いてありますね。アルミラージさん、無視するな。ハルさん、良くない勝敗やばいっすな。マジで？それあれじゃないの？治療ってできんの？アルミラージさん、私も一人もんよ。あ、そうなんだ。アルミラージコウスケさん。志村城さん、筋トレでパワーみなぎりますを。そうそう、ヨガと筋トレ。全小部さん、だいたい40歳の人間ドックや検診で引っかかるんですよ。今は 20% くらいが緑内障や白内障言われるらしい。ドサンコさん、片目だけなので別にいいかなと。目薬しておけば平気らしいので本人は全く気にしてないです。わら。アルミラージさん、筋トレ。アウちゃんさん、緑内障はレーザーでなんとかなるそうです。ファイ、筋トレ。あ、そうなんだ。緑内障そうなんだ。へえ。白内障はね、もう40代50代になるとほぼ 100% じゃない。軽度によるんですけど、軽度というか程度によるんですけど、これなんだろう、単なる井戸。これなんか出てきた。あんま意味ない。これ下のところのあれだよね、村がね。アルミラージさん、仮に目が悪くなっても吉尾さんに直してもらったら、プレステのレンズとかで直してもらうのもね。プレスのレンズはめるの。イノッカさん、この1年に2回手術した自分に怖いものはない。わら。大変だよね、リノッカさんね。まあちょっと皆さん体を大切に。焼けつく息が怖えな。志村城さん、アマゾンのジェフハサイなのにムキムキで年下ヒロイン作ってるを。アウちゃんさん、吉尾はベコマズンを唱えた。シグマ。アマゾンのジェフはムキムキの年下彼女作ってる？なんだそれは。吉尾はベホマズンを唱え、ベホマズンって、ドサンコさん、HP だからね。チャット欄がインターネット老人会の様相を呈してきました。わら。アウちゃんさん、アルミラさんの目が治った。治ったの。リノッカさん、彼女？ムキムキ、ジェフは年下のムキムキ彼女？はいはい。ハルさん、一昨日東部クトと胸部レントゲンと心電図心エコー検査をやってきて異常なしとのことでした。わらわら。はるちゃんさん、アルミラージさん、アウさんの膝も吉尾さんに直してもらいましょう。メガドライブの膝にしてくれますよ。ソニックみたいな。アウちゃんさん、大なりなブラショーなり、ブワッハッハ。爆笑。アルミラージさん、そういえばアウさんの膝治ったのですかね。かなり爆発してましたが。ザハキキだって怖いね。アルミラージさん、木綿豆腐のやっこ豆腐名。
木綿豆腐でやっこですか。あれさっきアルミラージさん、ポン酢かけてわさびでな。あおちゃんさん、膝は治りましたよ。くさ。あ、治ったんですか。あ、よかったですね。下から行くんかな。あそこの町はリノッカさん、吉尾さん、徳永秀明の夢を信じて歌ってください。やだよ。アルミラージさん、それは何よりかなり晴れてやばい状態でしたからね。これあれだよね、武道のところだよね。ここから行きゃいいのかな。さっきの村は。リノッカさん、ドラクエの名曲なのに。アルミラージさん、夢を信じてがダメなら、輝きながら、ならぬ、輝きながら、でもいいです。わかんないよ。わかんないし、曲を。曲がわからない。CD 何枚か持ってるから入ってるかな。ここは、多分この現実世界は来たことないんだよね、ここ。あれか、クリアベールか、これ。あ、違う、ゲントだ。あれ？アルミラージさん、ヨシオさんはかば焼きみたいなものですからね。あれ？ゲントに、あれ？あれ？あれ？あれ、チャモロって？ここのところ来たことないエリアだよ。ということは、吉尾さんが、かば焼き三太郎ってこと？違うでしょ。アルミラージさん、米嫁スルーすな。え？いいじゃん。それにコメントしてほしいの？武器防御は神の祝福を受けている。ほう。魔法の武器かなかな。アルミラージさん、全部嫁スルーすな。だってあれよ、ヨシオさんはカバケ焼きみたいなものです。アルミラージさん、なんでコメントするんだよ。バカ焼き見たろう。無視します。この馬が、その天馬の子孫なんてこと、どういうこと？伝説ではかつてこの村に天馬が舞い降りてきたそうです。天馬？ケイケさん、こんばんばんばん。あ、ケイケイさん、こんばんは。大したもんがないね。あ、間違えた。まとめますか、一応。あれ、チャモロもあれ、実体がどっかにあるってこと？船もらったのここだから来てるんですよ、わら。ここに来てるの？でもなんか樽とか見ると取ってないみたいよ。アルミラージさん、木綿の方が豆腐が凝縮されててうま味。あ、そうなんだ。俺の気持ちが大好き。ドラクエ10オフラインの発売が出ました。嬉しい。アルミラージさん、通派やっこ豆腐派木綿豆腐や。ミヤポンさん、取り忘れただけでしょ。
取り忘れただけ。あ、やっこ豆腐は木綿か。でもこっち絹ごしでも食べるよ。つうか絹ごしのやっこが普通じゃない？あ、やっぱこれ来てないよ。ジャモロハ下の世界の住人ですので実体ではないかと。実体ではないか。あ、そうなんだ。今日はボス倒すんですか？倒しますよ。もうあれですからね。54時間やってますからね。私も木綿派。木綿派なんだ。あたたたた、痛い病、腹が痛い病。これ来てないんじゃないの？あんた、しっかり。お願いです。うちの亭主を助け合ってあげてください。ここ、なんかイベント始まっちゃったよ。アルミラージさん。痛くない病。ジャモロみたいなお子ちゃま派、絹ごし豆腐。リノッカさん。絹ごしじゃない。湯豆腐派木綿かな。湯豆腐は木綿だよね。形が崩れちゃうからね。アルミラージさん。ミヤさん派分かってますね。ケさん、今日はなんという椅子に座ってるんですか？え？なんという椅子？わかんないよ。とりあえずゲーミングチェアだけどね。アルミラージさん、豆腐の味がはっきりしてるのですよ。木綿豆腐。あ、そうなんですか。絹ごしのサラサラな感じが好きだけどね、俺は。あれ、マイクはあれです、別ですよ。ヘッドセットじゃないんで。目の前にある感じになってます。ケさん、すごい、マイクまである。そうですよ。頭の上には、鳥の巣を乗っけてます。卵付きですよ。卵付きで乗っけてます。巣だったらすぐ食べると思うんです。子供たちが元気に走り回る姿を見ていると、アルミラージさん、この卵豆腐野郎。卵豆腐野郎。なんなのそれは。ケさん、なんと、鳥の巣。卵、それだけかわいい。アルミラージさん、ひでえな。ひでえな。わしら元気のもんじゃけん。寄せ豆腐が好きです。寄せ豆腐ってわからない。どんな時でも神様への感謝忘れたことないべよ。こうして美味しく食べられるのも神様のおかげだべな。まったくよく食べるよね、うちの亭主もこのわしも。牛なんか。虫さん派、今日派、どんな格好してるんですか？普通にスウェットを着てます。全、小部さん。というか、合体、意味深、した後、両親に会いに行くとかなかったっけ？あ、そういうんか。アルミラージさん。冬派湯豆腐。夏派冷ややっこ。酒のあてにも栄養満点な豆腐派偉い。あ、そうですね、豆腐ね。短パンとか履くんですか？短パン履くよ。ここは我らが玄斗の家、入っても構わないが失礼ないようになとか言ってたかな。ケさん、神奈川派、夏派、暑いですか？アルミラージさん、ちゃんと村人の話を読まずストーリーを見ないから。いなくなってもストーリーを見ないから、きちんと見たとしても覚えてないですからね。復讐。さて、お前、もうお前たちも気づいてるだろう。新たな悪の息吹を。その正体が何なのかわしには見当もつかぬが。ケさん、今は何してるんですか？やさがし。アルミラージさん、わかんなくて、若焼きさん太郎じゃねえか。ドサンコさん、ところでファイナルファンタジーのピクセルリマスター破壊ますか？ピクセルリマスターはわかんないかな。どうすんだろう。よくわかってないんだよね、ピクセルリマスターは。バカ焼きさん太郎じゃないか。なんでもない。ケさん、まだカジノ派出てこないんですか？カジノ出てこないよね。お前たちの旅はまだ終わらない。そうなの？カジノ出てこないのよ。だから、まあカジノも含めてちょっとうろついて探してたらここにたどり着いて。アルミラージさん、ガーシーの真似で自分暴露系 YouTuber 両親野郎や。やだよ、自分を暴露すんだよ。ゼルダ派買うんですか？ゼルダは買いたいんだけど、やるもんがね、もう積みゲーがすごいのよ。でもまあ急いで買わなくてもいいかなと思って。アルミラージさん、自分で自分のこと暴露する配信や。興味ないだろ、その前に。見知らぬ土地に住むおっさんの個人情報なんて。この中、あ、やっぱここ来てんだね。
あのイベント俺が見てなかったっけ。チョロさんに任せてみて。は、暴露系。チョロさんにやめて。ここは関係ないと。ケさん、暴露、ワクワク。ワクワクしないよ。おっさんだよ、おっさん。50なるおっさんの暴露を聞いて何にすんの。しかも、わけのわかんない、離れた土地に住む、おっさんの暴露情報なんか、いらないでしょ。ふーんってなって、寒い空気が漂って、あれだよ。アルミラージさん。俺が悲しい思いするんだけど。自分暴露系 YouTuber、よし、よしお、お前あちこちでわしのこと言ってるみたいやの。ほな、お前のことさらしたるわ。ケさん、もう50になったんですか。まだなってないよ。まだなってない。お、ついに。ケさん、日本国外の暴露聞いてみたい。そろそろおもれになるとのお知らせを、ケ、ここでもお待ちしております。夢占い師の言ってた通りだ。夢占い師が連絡、広告に来てたってこと。王様も王妃様も吉王子が帰るのを待ってました。これは吉王子、よくぞお戻りになられました。私はトム兵士長の後を任されてフランコと申します。先日王妃様が有名な夢占い師に王子様のことをお尋ねになったところ、すごい、日本国外の暴露を聞いてみたい。行ったことないからね。ケさん、王子だったんですか。そうそう、王子なのよ。今日あたり戻るかもしれぬとのことで、こうしてお待ちしておった。すごいね。王妃様のお話では、かつての魔王との戦いで記憶を失われていたとか、そのため偽王子に間違えられたりしたのですね。本物の王子だったのに。ロサンコさん、王妃が占い師を信じるとか冷静に考えると危ないですね。そうですね。国に乗っ取られる話とかありますからね。しかし、こうしてお帰りになったということは、少しは記憶を取り戻されたのですね。いいえ。そうですか。いや、しかし、たとえ過去が思い出せなくても、あなたは吉王子。我々は最後まで吉王子と共に戦いますぞ。おっと、つい長話をしてしまいました。こんなところで申し訳ありません。さあ、アルミラージさん、お待ちかねです。よし、お前な、ヨガ教室、あれ通ってたみたいやの。そこで講師の女性から気があると思われて拒否られたとか、ほんま恥ずかしい思いよ。何の話だそれ。俺の話じゃねえかよ。ちょっとヨガでね、毎回ミヤポンさん、ミレイユのおばあちゃんがラスボスの鬱展開、わら。え、ミレイユのおばあちゃんがラスボスの。アルミラージさん、鬱展開。そりゃ自分暴露系 YouTuber ですから。ヨシオたちはフランコ兵士長について王の前へ向かった。マジ自分系、自分暴露系やめて。レイドック王、よくぞ戻った我が王息子ヨシオよ。そなたの今までのことをシエーラから聞いて、やっとわしにも分かってきたところじゃ。そなたは無道との戦いで自分の実態を失い、ミレイユのおばあちゃんがラスボスなのか。じゃあ倒しに行かないとね。無道との戦いで自分の実態を失い、記憶もなくしていた。しかし、ついに自分自身を見つけ、一つになって本来の吉野に戻ったと。そういうことじゃない、いいえ。どうやら、そなたも頭が混乱してるようだな。では、もう一度説明しよう。これずっと繰り返すの？はい、まあいいですよ。ミヤポンさん、裏からレイドック王を支配していたとか、わら。操ってたの。ふむ、しかし、気のせいか、どうも以前の吉野とは違うな。シエラ、その通りですわね。あなた、ヨシオは戦いの中でこんなに成長したのですから。おお、なるほど。それで雰囲気が変わったように感じられるのじゃな。ヨシオよ、そなたが立派な王子として成長してわしは嬉しいぞ。お、そうじゃ、こうしてはおれん。宴の準備をさせなくては。ヨシオよ、今夜くらいは全てを忘れてゆっくりするがいいだろう。仲間の皆さんにも、最高の料理を味わってもらわなくては。では後ほど。なんかこういう展開ってあれだよね、なんか飲みすぎて大変なことになっちゃうとか、そういう系じゃないの。違うの。よしおよ、何も言わなくてもこの母には分かります。
あまりに長い間自分自身を引き裂かれたため、元の自分には戻れきれなかったのでしょう。少し寂しいけれど、あなたが私の息子であることに何の変わりもありません。アルミラージさん、レイドックの王様も美味しそうやな。美味しそう？よく帰ってきましたね、ヨシオ。ケイ、ケさん、なんで国外にいてパスポート失効してるのになかなか逮捕されないんですか？ケイケイさん、だから俺日本国内に住んでパスポートはもう失効切れで、当の昔に切れてて海外行ったことないよ最近。ここ10年ぐらい。日本に住んでんの？日本だよ。さあ、今夜は久しぶりに王子として人々に顔を見せてあげてちょうだい。その日、お塩がやはり本当の王子だったという王子の言葉は。アルミラージさん、なぜドバイから鉄パイプ投げたりしたのですか？ドバイから鉄パイプ投げたり。KK さん、あらやだじゃないよ。知ってて言ってんでしょ。王の言葉は人々を心から喜ばせた。人々は宴の料理を頬張り、美味しい酒に酔いしれ、レイドック城の明日を祝った。そしてやっと宴が終わり、城の皆が眠りにつく頃、東の空が。そんなに不満があってもパイプはやめてた方が良いのでは？パイプやってねえから。やってねえよ。東の空が白々と開けようとしていた。アルミラージさん、これが正しい主人公ならターニア派兄弟じゃなかったが正しい？ターニアは兄弟じゃなかったんだよね。でもターニアちゃんは、あれ実体もあるもんね。その、そうだね、兄弟じゃないよね。ケイ、ケさん、夜が白々と明けたって、うまいこと言うもんですね。アルミラージさん、兄弟ならレイドックの王女やろ。ミヤポンさん、兄弟ならそうだね、夢の世界では兄妹。夢の世界だけだね。グランマーズ、親、ヨシオ、起きてしまったかい。久しぶりに母親の隣で眠れるというのに落ち着かないようだの。お前さんはやはり元のヨシオ王子ではない。いや、ヨシオ王子が生まれ変わったと言うべきかの。ミレイユやハッサンと違ってお前さんは自分の実態を取り戻すのに時間がかかった。そのため、夢の中を生きてきたヨシオの意識が強くなってしまったのじゃ。ヨシオさんは偽物？ヨシオさんは偽物だね。じゃあ主人公がターニアと高慢決めても問題ないのだな。アルミラージさん、晴れてレイドックの王女や。王女じゃないよ。王妃じゃない、それなら普通に。そのため夢の中を生きてきた、ああ、強く、意識が強くなってしまった。この城で暮らしていた記憶あまりに戻らないのは辛いかもしれんが、ヨシオはこのままヨシオとして生きていけばいい。ヨシオ王子はもうお前さんしかおらんのだからな。読まないよ。目が覚めてもしまったなら、城の中でも歩いてきたらどうじゃ。よすがるのか？よすがる？ケさん、ドラクエの寝る描写はベッドに立ってるしか見えない。いや、これは一応起きたからね。さっきまで布団の中に入ってたからね。お前さんの中にいるもう一人のヨシオの記憶がまた蘇るかもしれんぞ。お？いろいろ話すると？アルミラージさん、やーい、母親と一緒やな、寝てやんの。ミヤポンさん、王子の妹、王女、は亡くなっていて、王女の名前を聞かれて答えて外れて牢にぶち込まれたやん。アルミラージさん、あれ？やーい、母親と一緒に寝てやんの。ケイ、ケさん、そこのヨシオさん跳ねるときはベッド？ござ？そこのヨシオさん？俺？俺はベッドっすよ。アルミラージさん、母親とも、あかんぞヨシオ。母親ともあかんぞヨシオ。何の話なんだ。ヨシオもう飲まんのか、グー。
この隣は王様のベッドだったんじゃないの？アルミラージさん、妹に続き母親とか、ドラクエ6むちゃくちゃやな。なんだこれは。なんか光ってるぞ。むにゃむにゃトム、トム兵士長。あれ、なにこれ。ミヤポンさん、だからメッセージすっ飛ばした。ケイ、ケさん、ベッドの数が足りない。そう、ベッドの数が足りない。アルミラージさん、メッセージすっ飛ばしてる。おいスルースな。するするわ。ヨシ王子、王と王妃が原因不明の長い眠りに疲れて早一月。有名な学者にもゲント族という不思議な力を持つためにも尋ねましたが、原因は分からず。やはり王子のおっしゃるように魔王ムドを倒すしか。アルミラージさん、なんでやゴルア。方法はないのかもしれませぬ。ケイ、ケさん、主さん派何族？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 わからん。なんでやこら。あ、ヤクザが出た。ミヤポンさん、王のベッドを取った流れ話してたのにすっ飛ばした。王のベッドを取ったあれ話した。アルミラージさん、鳥貴族。鳥貴族。まあ貴族ではあるけどね。コベさん、ラ族。ラ族でもあるけどね。まあでも鳥じゃねえ、貴族であるかな。やはり王子のおっしゃるように魔王、はい。ケイ、ケさん、暴走族？暴走族ではないね。ミヤポンさん、つか、この辺ちゃんと読まないと。重要、ここ試験に出ます。マジで？つか、この辺ちゃんと読まないと重要、ここし、マジで。お散歩暴走族であるよね。毎日あれ、犬と一緒にお散歩暴走族やってますよ。しかし、兵士長、我々が無道討伐に向かってしまうと城を守る者がいなくなりますが。さ、トム兵士長、なんでいないんだろうね。ケイ、ケさん、落第の予感。アルミラージさん、重要なとこ全く読まないのがこのヨシオってバカヤキさん太郎。ほっとけ。うむ、確かにお城を放ったまま全員で討伐に向かうわけにはいかん。アルミラージさん、バーバラの老いたちとかこのゲームの軸なのにスルーしたからな。バーバラの老いたちとか、バーバラは何なんだろうね、一体ね。とにかく早急に作戦を立てねば。お前たちも何か討伐案を考えてみてくれ。は、わかりました、トム兵士長。ケイ、ケさん、ヌーブラ？何の話なの？バーバラがヌーブラ？ミヤポンさん、ホントポイントのところをピンポイントで外すスキル、わら。ホントポイントのところをピンポイントな。でも、ね、あれだよ、繰り返しゲームやもやっても楽しみますからね。は、お待ちください、ヨシオ王子。まさかまだお一人でムードを討伐に向かおうなどと考えではありますまいな。ケイ、ケさん、主さん派コーヒー派飲むんですか？飲みますね、コーヒーは。でも前に比べて飲まなくなりましたね。1日1杯か2杯ぐらいで。アルミラージさん、ドラクエ6のストーリー派って聞かれたら、ヨシオさん派夢の話で終わらせます。ヨシオさんは夢の話で。俺なんかね、ドラクエ6のストーリーは聞かれたって答えらんないよ、もともと。アルミラージさん、コーヒー派舐めますか？舐めねえよ、舐めねえよ。王と王妃が目覚められない上。ケさん、スタバとか行くんですか？スタバはたまに行くかな。王子までいなくなられては国の皆が動揺いたしますぞ。最近行ってないっすね。どうかそのような無茶はなさいませぬよう。お分かりいただけますね、ヨシオ王子。ケイ、ケさん、スタバのデザート食べたら胸焼けします？スタバはね、食べ物が美味しくないから食べないっすね。飲み物だけですかね。これはヨシオ王子様、私も眠れなくてこの窓から空を眺めていました。アルミラージさん、スタバ派高級、贅沢やな。スタバの飯ってみんなまずいよね。
飲み物美味しいのにね。アルミラージさん、自分暴露して稼いだ金で食うスタバ派うまいか？暴露して儲かってないわ。スタバのデザート系派甘すぎそう。なんかデザート系あんま食べたことないんだけども、なんかサンドイッチ的なやつは何回か食べてみたけど、値段高いのに全然美味しくなくてびっくりした。はあはあ、ずいぶん腕を上げましたね、吉王子。なんかね、死んでる味がする。死んでるっていうか、なんか何だろう、食べ物系がなんかこう人を感動させるような。アルミラージさん、スタバに謝れアルミラージさん、コメダコーヒー派？コメダコーヒーは前ちらほら行きましたけど、まあでもまあそんなに。スコーン派硬そうで、主さん派は歯ありますか？歯はあるよ、全然ある、全部あるから。3ヶ月に1回検診行って手入れしてもらってる。アルミラージさん、丸福コーヒーや上島コーヒーか？上島コーヒーですか？上島コーヒー、ファリーズはね、近くにあってたまに行きます。ケさん、歯医者派怖くない？歯医者全然怖くないです。アルミラージさん、米田コーヒー派飲まないのか？米田コーヒーはあんま行かないっすね。なんか量多くても別にどうでもいいかなみたいな感じあるけど、美味しいのが出てくればいいけどさ、値段も結構するじゃない、米田って。アルミラージさん、デニーズ？デニーズも行かないかな。ファミレスの中では美味しいらしいけども、でもあんま興味がないかな。アルミラージさん、腕を上げました。好きなファミレス派？ファミレス好きなのはサイゼリアは好きですね。もう私がお伝え教えることは何もありません。ココイチ入るんですか？アルミラージさん、はよ進めろ。はよ進めろ。もうすごい矢継ぎ早に質問が来るから進めらんない。ココイチは、アルミラージさん、パッとサイゼリア。それ違うからね。それ違うやつだから。ココイチは、なんか一回前行った時に、カツカレー頼んだら、すんごい出てくるのが遅くて、もう二度と行くかと思って、それ以来行ってないですね。まあ、美味しいとは思いますけど、値段もそれなりにするし、まあ、なんだろう、あえて、なんか、行かなくてもいいかな、みたいな感じはする。コンビニのカレーでも全然美味しいじゃないですか。まあ、コンビニのカレーは、カレーライスは、お米が死んでるからちょっとあれなんだけども。スパイスとかもセブンのやつ美味しいよね。遅かったら怒りはりはりますか？遅かったら怒りはりますか？贅沢やな。生意気だな。あ、贅沢やな、生意気だな。前ね、商社で働いてる時に、なんかやたらね、いいお店に行ってたから、舌がね、肥えちゃってね、あんまり、外食でお金使わなくなっちゃったね、逆に。こんなのにお金払いたくないみたいな感じになっちゃった。あ、ちょっとすみません。トム、もう私がお伝えすることは何もありません。しかし、お優しくて。アルミラージさん、孤独のグルメかよ。孤独のグルメだよ。ココイチ派完食したらただの頃が良かった。ケイ、そんなのあったの？勝者は北の国におる頃ですか？勝者は北の国に違うよ。秋葉だよ、秋葉。舌はね、ちょっとすげえ肥えちゃってるから、あんまり普通の外食で美味しいねって共感をされても困っちゃうみたいな感じ。しかし、お優しくて人と争うことを嫌う王子が、あれ、これほど腕を鍛えるとは。アルミラージさん、食えたらええやろ。文句言うな。文句言うな。ケさん、頑張ってたんですね。今は猫になったんですね。そうなんですよね。頑張ってたんですけども、猫になっちゃったね。50超えたらね、猫なっちゃってね。しかし、お優しくて人と争うことを嫌う王子がこれほど腕を鍛えるとは。まさか、王と王妃の身に何か危険なことでも。いえ、お答えにならずともわかります。王妃の研究のことを気にされしておられるんですよ。え？何これ？ケさん、50になったら猫になるというのは、
誠ですか？誠だよ。猪岡さん。誠。猫舌ですか？猫舌ではないかもしれないですね。アルミラージさん。大丈夫ですね。昨日、前にやってた中華料理屋の配達したが、まかないで食べたキムチポッカ丼うまかったぞ。あー、食べたいね、そういうのね。アルミラージさん。ポッカ派韓国語で豚キムチのことや。あ、そういうのがあるんですか？キムチポッカ、へぇキムチポッカ丼ね。うまそう。あの、前の会社にいた時に。アルミラージさん。豚キムチ丼や。あ、そうなんですね。ケさん。高級料理店に行って食べた話教えてください。高級料理店？高級料理店ね。香港に行った時に、香港、な、別の話のいいかな。高級料理。あ、話が進んじゃった。ちょっと待って、話進んじゃった。アルミラージさん、かなり高いキムチ使ってるぞ。あ、そうなんですか。高級料理店に行って食べた話、なんだろうな。秋葉原って、秋葉原って、あの、皆さん知らないんですけども、ミヤポンさん、すっ飛ばしたぞ。すっ飛ばしちゃったよね。すっ飛ばしちゃったよね。けさん、すごい、香港。あ、香港はまたその別な機会で、秋葉原って意外にあの、築地が近いんですよね。だから、魚介とか、料理のやつがね、黒門市場にある高級キムチな。あ、そうなんですか。黒門市場っていうのはわかんないけど、そうなんだね。で、魚関係とかが新鮮で、で、商社とかが接待で使うお店が結構あるんですよ。秋葉原の近辺って。そういったのが、平日昼間にランチやってるんですよね。で、それで、ランチやってるのも1000円ぐらいで、夜に出てくるような高級な食材を使った料理が。秋葉ってラーメン二郎のイメージだわ。それ素人なのよ。古本市場派美味しいですか？古本市場はわかんないよ。あんまり行ったことないけど。だから料亭的なやつが、昼釜飯定食みたいな感じでやってたりとかして、むちゃくちゃうまいの、1000円ぐらいで。あとは、なんだろう、焼き魚定食とかして、ホッケのすんげーうめえのが、定食。豚がブヒブヒ言いながらラーメン二郎食ってるのだろ偏見。秋葉ってラーメン二郎はね、ないよね。豚野郎はあるよね。豚野郎はあるけど。これ前、秋葉原で仕事で歩いてたらさ、ミヤポンさん、秋葉のキッチン二郎にはお世話になりました。あ、そうなんですか、キッチン二郎。あんま行ったことないんだけどね、なんか有名ですよね、キッチン二郎はね。オタク界隈では。なんだろう、そう、話それちゃってる、豚野郎ってお店があるわけ。二郎系のお店で。その近くから行ってたら、物語の重要部分が。重要部分が、ちょっと待って、これだけ話しちゃう。その豚野郎ってお店が。さん、いいな、高級ランチ。高級、そう、秋葉原いいのよ。で、まあ、ちょっとそれは置いといて、豚野郎ってお店があって。アルミラージさん、とりあえず A ボタン連打しとけや。ダメだって、ダメだって。豚野郎っていうお店の近くを歩いてたら。ミヤポンさん、試験に出る言ったのに、わらわら。もう、俺の話も進まない。その豚野郎の近くで歩いてたら、すげえ綺麗なお姉さんが、同僚に対して、豚野郎行こうぜとか言ってたの。で、俺最初何のことかと思ってさ、豚野郎行こうぜって、同僚に話しかけてるわけ。なんかこれ SM の的な関係なのかなと思ったら、近くに豚野郎があったんだよね。という話なんだけど。アルミラージさん、豚野郎ひでえな。すげえ、なんか、秋葉原ってこう、特殊なメイドの格好を知る人たちもいるしさ。昔、秋葉原派牛丼店くらいしか食べるところが。ああ、サンボですよね。有名ですよね。今もあんのかな？そう、昔はね。アルミラージさん、リスナーを豚野郎呼ばわりする配信か。しねえよ。けさん、すごい。どさんこさん。その豚野郎って言われていた人は喜んでいました。喜んでないですよ。普通にラーメン食べに行っただけだから。ってアニメとコラボしてるラーメンかな。おい、なんかもう豚野郎とかいう会話がなっててさ、もう目を点にしてると、なんか ご褒美かなとかって思っちゃったんだけどさ、もうすごかったよ。なんかびっくりしたもんね。
周りにいた人は多分あの分かってたと思うんだけど、俺は分かってなくてさ、人のことを豚野郎とかって呼ぶんだとかって思って、なんか秋葉原ってこう特殊な街じゃない、だからそんな感じなのかなと思ったら違ったよ、普通にラーメン屋さんに行ってたね、その二人は。せん、小部さん、やっぱり M ですね。やっぱり M、あ、俺がアルミラージさん、金神豚野郎こと春風亭小朝についてどう思いますか。あ、ドサンコさん、ご褒美、わかんない、ご褒美、あ、え、M つっちゃったようなものか。しまった、 S だって言ってたのにね。ああ、そう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 、で秋葉原ってね、なんかそう、そのメイド絡みだと結構面白い話いろいろあるよね。なんかまあそのうち小出ししますよ。あ、そうだ、話進みよう。トム、魔王の情報を調べれば、アルミラージさん、豚野郎とは豚野郎さん、面白かったそうですか。ありがとうございます。魔王の情報を調べれば調べるほど、それは魔王に近づくことにもなります。何か悪いことが起きなければ良いのですか。え、王妃は何を調べてたの。そこのことが分かんなくなっちゃったんだけど、なんかボタンが去ったから。アルミラージさんで、落ち葉、関西特有の悪しき風習、あ、ねえよ、けさん、いいな、いろいろ経験できてて、経験できててそんなでもないけど、引きこもりだからね。う、フランコ殿もう飲みません。あ、またなんかある。リノッカさん、地方にとって秋葉原派異世界です。ミヤコンさん、ね、すごいよね、青春豚野郎派バニーガール先輩の夢を見ないのラーメン屋のことだろう。アルミラージさん、関西ならさっきの話にて、オチ派と言われます。あ、そうなの。一応オチはあれよ、ちょっとね、順番間違えたんだよね、話の順番がね。豚野郎のラーメン屋さんの話だからオチが来なかったんだよね。まあ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 、ちょっと途中で気がついたんだけど、やめるわけにいかないなと思って、まあ、やっちゃいましたよ。王子の妹気味のクラリス様が亡くなられてから、秋葉原って治安どうですか。治安はいいんじゃない、別に悪いって思ったことはないですけどね。昔なんかオタク狩りとかあるとかなんかしたけど、そんなの見たことないしね。ミヤポンさん、王女の名前はクラリスか。王女の名前クラリス、ここで初めて出てきたね。初めてだよねこれね。亡くなられたから王妃様は王室にこもったきり、ヨシ王子も寂しいでしょうな。しかし王子、人は誰でもいつかは死を迎えるもの。それが早いか遅いかの違いは、あれ、すべては定めなのですじゃ。このジーヤもいつまで王子のおそばでお仕えすることができるやら。そういえばフランコは幼い頃両親を亡くしたのじゃったな。ええ、ですが今は城の皆やトム兵士長や仲間がたくさんいますから。アルミラージさん、クラリス、タラリス、タニリス、ターニス、ターニア、矢印ターニア、違うわ、全然違うわ。ミヤポンさん、名前聞かれた時の選択肢になかったんですよ、クラリス。だからどれを選んでも牢にぶち込まれる、わら。あ、ミヤポンさん、そうなんですか。ああ、じゃあ 100% なんですね、あれ、ストーリー上。じゃ悩んで意味なかったじゃないですかね。ヨシ王子様、まだ幼いあなたにこんなことを申し上げるのは残酷ですが、今世界はとても危険な状態です。魔王ムドウとかいういくつかの町や城を滅ぼしたという噂も聞きます。どうか強くなってください。アルミラージさん、ターニア連れてきたらクラリスってなるで。ヨシオ王子様ならきっと立派な王におなりですよ。え、よくわかんないなそれ。アルミラージさん、知らんけどな。知らんけどな、関西特有だね。シエラ、こんなところで3人集まってどうしたのです。ケイケさん、おなり、おなり、お稲荷ってことだね。お、王妃様、ほほほ、あなたにも心配をおかけしましたね。でももう大丈夫。アルミラージさん、稲荷、稲荷は美味しい、セブンイレブンの稲荷が美味しいらしいですよね。食べたことないですけど。
いつまで嘆いていてもクラリスは戻ってきませんし、この国のことも考えなければ。アルミラージさん、稲荷和樹、リノッカさん、えなりだね。えなりだね。リノッカさん、かぶった、わら、けい、よくさん、高級寿司屋の話はないんですか？高級寿司屋は、小田原に、全小部さん、それは私のお稲荷さんだ、名言。あれすごいよね。あの、アルミラージさん、リノッカさん大丈夫、私は稲荷なので。稲荷なので、何の話なんだよ。高級寿司屋は、小田原にそこまで高級ってわけじゃない、勝寿司っていう寿司屋さんがあるんですけども、アルミラージさん、そこはむちゃくちゃうまいです。クロスアウ。勝寿司は、小田原の飲食店のところからも、なんか仕入れとかもしてるお店なんですよね、寿司なんですけども。で、卸の人がそこに魚持ってくるんですけども、大将の主人の高いんですか？そんな高くないですよ。主人の気に入らないとみんな捨てちゃうらしいんですよ、魚。だから問屋もきちんと持ってこないといけないみたいですね。そこでランチも夜も変わんないんだけども、おまかせ12貫で39%ぐらいです。下品な吉男とか女体盛りとかしてそう。下品な吉男とか女体盛りしてねえよ、してねえよ。前になんだろう、銀座のキューベって有名な高級寿司のお店あるじゃないですか。アルミラージさん、食べ物をもったいないな。まあでも、なんだろう、別な用途に使うんじゃないですけどね。寿司の時には出さないみたいですね。主人がもう気に入らないと。だからもう出てくるのはもうむちゃくちゃうまい寿司しか出てこないんですよ。で、銀座キューベってお店があるじゃないですか、銀座の。銀座膝の上を食べるスケベー。スケベー。銀座キューベには行ったことはないんですよ。でも、そこに卸してる、仲買さんの人、卸の人に知り合いがいて、そこに卸してるネタをその持ってきて、寿司職人呼んで握ってもらったことあります。その知り合いの家で。寿司パーティーっていうか、寿司、握ってもらったことあるんですけど、むちゃくちゃうまかったですね。銀座キューベのネタのやつは。やばかった。しかもそれ、そこの人の家のところで、もうカウンターであれだよ。お会計はなしで、もう食べ放題で食べさせてもらったんですけど。やばかった。で、何がうまかったかってね、ナスの？アルミラージさん。その寿司屋のおかみに僕のも握ってとか言ったのだろ。言ってねえよ、言ってねえよ。ミヤポンさん。え、またすっ飛ばした。落第してしまえ。マジで、マジで。なんですと、大石さん、ちょっと、すっ飛ばした。ケさん、その頃はよく話す人だったんですな。あ、まあ、仕事とか、そういったモードになってれば普通に話せます。ボタン触っているから。ボタン触っちゃうから。もきもちできないの、これ。なんですと、大石様がそんな、アルミラージさん、ご承知なのですか。これなんだろう、大事なところだったんじゃないの、本当に。もちろんよ、あの人は私のことよくわかってる。何の話だかわかってる。私が一度言い出したら聞かないことをね、ほほほ。よしおや寂しいほよさとわかりだけど、文字のあの人のことわかってくれますね。アルミラージさん、選択派すべて家しとけ。家しとけ。ケさん、そんなモードが2つあるんですね。そんなモードが2つあるんです。え、何の話なの。シエラ王子様。だから重要と言ったろうが。シエラ王子様。王子はちゃんとこの国のことを理解しておいですとも。これまで王子をお育てしたこのジーメにはわかります。アルミラージさん、ナスの寿司？そう、ナスのね、漬物の寿司がむっちゃくちゃうまかった。ちょうどね、なんだろう、なんていうナスなんだろうね。小ナス、小さいサイズで、ネタの上に、ミヤポンさん。ああ、わら。寿司の上に乗っける感じの寿司なんだけど、これもう分からなくなっちゃった話が。それがね、これ美味しいから食べてみなって言われて、でも俺なんかさ、フロム貧乏だからさ、もう大トロだけ全部食べてお腹いっぱいにしちゃうわけよ。だけどなんかやったら進められるからさ。王子、よしお、張り返していません。アルミラージさん、小ナスビの寿司。あ、小ナスビなんだ。小ナスビってやつなんだ。
それがね、むっちゃくちゃうまかった。回転寿司には最近ハナスの寿司減ってきましたつけ。そうなんだ。で、なんかそのナスの寿司がいろんな寿司をこう大トロとかいろいろまあ食べてすっげえうまかったの。薄毛うまくていろいろ食べたんだけども、そのナスの寿司が一番記憶に残ってる。ミヤポンさん、ゼン、コベさん、知ってる、わら。ヨシオは理解しません理解しないよ。で、皆さん見てました？なんか教えていただけると助かるんですけど。アルミラージさん、ナスのからし和えの漬物もうま味。そうなんだ。へぇ、からし和えの漬物。おぉ、リノッカさん、ヨシオのネタを握るのか。やめて、俺のネタ握ってもダメだから。あん時はなんか寿司職人とか来て、その場でお願いして食べたから。ナスは口直し？お酢口直しじゃない、メインだよね、あれ。ヘイラが何かしているって話は聞きましたよね。なんかしてるっていうのは話は聞いたけど。世の中に回らない寿司って存在するんですね。寿司は回るものだと思っていました。寿司は回るもの、回る寿司とか最近行ってないね。アルミラージさん、居酒屋にあるナスの漬物うま味よ。ああ。コベさん、ナスビではなくポークビ。ポークビ、ポークビはやめて、ポークビはね。いやね、回転寿司でこう。リノッカさん、自分が回れば問題ない。自分が回れば問題ない。回転寿司は値段高いよね。シェイラが無道のことを調べてるってとこをすっ飛ばした。あ、シェイラが調べてるって話なんだ。ケさん、寿司屋でラーメン出すの派なんでですか？寿司屋でラーメン食べたことないよ回転寿司の話？いや、ボタン触っちゃダメだ。吉尾王子様、私からこのようなことを申し上げてよいか分かりませんが、最近の大臣ゲバン殿の態度にはどうも疑問を感じるのです。シェイラが粉すびの漬物を食べる話だろ。シェイラが粉すび、あ、やっぱこれ物語の方にもナスビがね、こうアホか。大臣ゲバン、これやばいんじゃないの、このゲバンってやつが。もっと税金を高くした方が良いとか、兵士を増やして城の領土を広げた方が良いとか。回転寿司で人の流れる寿司になんでちょっかい出したりしたんですか？してねえよ、してねえよ、捕まっちゃうじゃん。回転寿司値段高いから行かないよ。アルミラージクスギャバン。あのね、普通のカウンターの寿司に行って、ゆっくりと美味しい寿司食べた方がお金使わないよね。っていうか、ちょっと増すぐらいじゃない？あんななんか騒がしいところでなんか一皿なんだろう、すごい高いじゃない。なんか出る頃にさ、3,000〜4,000は使うよね。回転寿司なんか行ったらね。ゲバンの時の話も忘れてるから聞いても無駄か。ゲバンの時の話も忘れてるから無駄。回転寿司は向こうからお断りされますよ。ドサンコさん、ひどいな。回転寿司は1皿100円くらいじゃないですか。こっちの方って結構するよね。一皿100円じゃ済まないよね。100円のやつもあるけど、100円のやつはなんかすごい、ゲマやゲマ、たくあん巻きとかそんな感じじゃない？納豆巻きとかそのレベルじゃないの？ 100 円のやつって。なんかちょっと美味しく加工されてる200円、300円とかなるんじゃない？志村城さん、いずれみんな現役引退したら寿司行くべす、オフ会。ああ、オフ会。オフ会か。オフ会怖いな。わし喋れないから。リノッカさん、北海道の回転寿司派、関東の回転寿司と味が違ってた。あ、ドサンコさんの行くところは100円でもレベルが違うのか。回転寿司で値段が高いというならツナと稲荷を食べて派。ツナと稲荷を食べて、違う、普通のちゃんとした寿司屋さんに食べてもそこまで、なんだろう、値段変わんないじゃない。もっと税金を高くした方が良いとか、兵士を増やして城の量、あ、これ読んだか。挙句にその考えに反対する王様のことを陰で脳なし呼ばわりするします。え、そんな感じだったの、シェイラが。思えば10年ほど前、ゲバン殿の、あ、シェイラじゃなくてゲバンか。ゲバンが脳なし扱いしたのか。みんなでネタをしゃぶり合うオフ会。ネタをしゃぶり合うオフ会やめて。オフ会ってオフ会でもないじゃん。オフ会になってるじゃん。10年ほど前、ゲバン殿の
反対したフランコは正しかったのかもしれません。ゲバンがあれなんだ。ヨシ王子様、どうか王子様からも王様に話してみてください。そうだね、シェーラ間違えて言っちゃったんだ。志村嬢さん、そういえば私も全然喋られぬやつやったダメじゃない、志村嬢さん、わしと一緒じゃない。そういう喋れない人は同士が顔を合わせると何も喋れないからね。おや、お二人で何のご相談ですかな。5本、いえ、もう終わりました。いえ、では私は失礼いたします。全く学者風情が和物顔をして、ご本、吉王子、用がお済みならちょっと来ていただけますか。アルミラージさん、黙々と食って帰るオフ会や黙々と食べて帰るの。何やら先ほどから王室の方が騒がしいのです。何度起こしても王妃様までもがお目覚めにならないとか。ケイケさん、ゲバンって主さんに似てそうですね。似てねえよ、似てねえよ失礼だな、おい。向こう側にもなんかあるのかな。あ、ここにもある。22、かわいいね。あ、あと2個ぐらいある。なんか、話の重要部分を聞いてねえからわかんない。ちょっと縫い、あれ、氷取ってきますね。アルミラージさん、ゲマに似てるのがヨシオさんです。ケイケさん、なんでニャンニャンと鳴かずにニーニーと言うんですか。志村嬢さん、どこ行くっすか。ケイケさん、あれ AFK でなかった。あ、ケイケイさん、あれ AFK で、あ、忘れてました。しかもマイクもオフにしなかった。ゆめちゃんとか話しかけてたの入ってたかな、マイクなんでニャンニャンと鳴かずにニーニーって鳴くんですか。わかんないよ、わかんないよ。あの、神奈川の小田原に来たらカツ寿司はおすすめです。漁港なんでね、魚が美味しいんで。で、駅前とかはみんなぼったくってすんげーまずいの出してくんで、ちょっと値段は張るんですけども、カツ寿司に行って食べた方がいいと思います。で、カウンターが10席くらいしかないから。ターニア猫、ニーニー。ケイ、ケさん、神奈川では猫派ニーニーと鳴くんですか。志村嬢さん、猫派ニーニー鳴かないよ。カツ寿司。カツ寿司、むちゃくちゃうまいよ、あそこ。で、昔はなんか、箱根とかにゴルフで来た社用族の人が、帰りに寄るみたいな感じだったみたいですよね。なんか芸能人とかたまに見かけるみたいですよ。検索すると出てくると思います。南町の。いいな、寿司。あれ、なんだなんだ。悪い、大丈夫か。おっと、俺は怪しいもんじゃないぜ。サンマリーノから来たハッサンってもんだ。一体どんな鳴き声教育を施したんすか。してないよ、してないよ実はムドウの呪いで我が国の王と王妃様が眠ったままになったと聞いて、まあそれを確かめに来たっていうか、この俺が何とかしてやろうと思ってさ。ところであんたは、あ、これで一緒に行くことになったのか。まあランチぐらいで、ビール一杯と、ちょっとまあ、美味しかったやつ1、2品頼んで、5000円ぐらいとか、そのぐらいですかね。で、いつも行くときは、結構お酒飲んで、結構お腹いっぱいまで食べて、
大人の人で男の人でお腹いっぱい食べても多分ね1万円ぐらいですよね。でちょっと食べ過ぎたなーっつっても1人1万2000円とかそのぐらいですね。ケイケさん、初対面の印象って結構残りますよね。ああ残ると思いますね。5000円、ランチだったらまあそのぐらいなんで、ね、回転寿司行ったってあれでしょ、3、4000円ぐらいは使うでしょ。クラリス、ヨシオ兄ちゃん待ってるからね、もうちょっとでできるから。だって普通に居酒屋行ったってね 4、5000円は取られるもんね、普通にね。まあ王女様そんなにお手を泥で汚されて。志村嬢さん、12000円。12000円。あらあら、それに王様も大切な、いろんな世界がありますね。ドサンコさん、5000円、はお高い。5000円お高い。でもこっちの方だと回転寿司5000円ぐらい使うでしょ。お酒なんかビール 2,3 杯飲んじゃったりしちゃってさ。あらあら、それに王様の大切なお皿に泥水を入れたりなさって、なんでこれ。クラリス、だってお兄ちゃんにスープを作ったら、あーおままごとね。はい、ヨシオ兄ちゃん、美味しいスープよ。やめて。まあ、王女様。クラリス王女様、本当にヨシオ様がお好きなんですね。うふふ。でも、無理もないわね。王様も王妃様もお忙しくて、いつもご兄弟二人きりですもの。ドサンコさん、あ、お酒込みでしたか。あ、そうです。お酒込みで5000円ぐらいでランチだから。まあね、ちょっと人を連れてくとかね。スーパー行くんですか。スーパー行きますよ、普通に。自炊するんで。今日も行きました。今日はパック寿司買ってきました。具が今度こそ捕まえられるぞ、むにゃむにゃ。泥水。まあ子供の頃はね。そうですね、子供の頃はね。よく遊びましたね、泥団子も作りましたし。志村嬢さん、富豪ヨッシー部屋。ヨッシー部屋じゃないよ。富豪じゃないし。よくスーパーから出禁されませんね。誰ねえよ。何やってんだ俺。チンチンでも出して歩いてんのかよ、俺は。やべろ、変質者か、俺は。で、最近ちょっとパック寿司を美味しく食べる方法を編み出してて、炙ってます、最近。あの寿司を、あの、耐熱皿に乗っけて、炙るようにします。バーナーあるじゃないですか。カセットコンロに上にカポッと かぶせるやつで2000円ぐらい売ってるのかな。ケさん、にゃんとまにゃんとまで猫に感化されちゃってんじゃない。カセットコンロあるじゃない。100均で売ってるような、100均で売ってるやつ、3本で100円、100円とか200円ぐらい売ってるじゃない。普通のカセットボンベ、あのカセットコンロ用の。あれの上につけるやつが、いちいち炙ってたら火事にならないんですか？ならないよ、ならない。で、それの上に乗っけるバーナーがあるんだよね。あの、キャンプ用品とかでよく使う。2000円ぐらい売ってるのかな？アマゾンで。あれなんかいいメーカーのやつ使わないと危ないらしいんだけども、それを被せてると、炙れんのよ。寿司を上からさ。で、安い寿司がね、むちゃくちゃうまくなんだよね。耐熱皿の上に乗っけて炙ってんだけど、あのマヨネーズ乗っけたりとか、あとスライスした玉ねぎ乗っけたりとかして、バーって炙ると、あのサーモンのやつとかもうむちゃくちゃうまくなる。いいお寿司屋さんに行くとサーモンなんか出てこないからね。サーモンとか自分でこうやんないと食べれないからさ。プラチナシールド、おお、プラチナシールド、これ確か重要なアイテムだよね。キャンプはしたりするんですか？キャンプはしないね。疲れちゃうから。疲れちゃうって言うと変だな。あれ、誰、どこ行っちゃったの？プラチナシールド。あれ、あ、こっちに行っちゃってる。これあれか、ファッションショー用のアイテムだったっけ。まあいいや。そう、おすすめですよ、あのバーナーで炙るのは。簡単に安い寿司がむちゃくちゃ美味しくなる。
ケイ、ケさん、なんでキャンプに行って寝てたら木が倒れてくるんですか？わかんないよ、それ不謹慎ネチャになっちゃうから何も言えないよ。キャンプはね、やっぱ酔っ払う、お酒飲むからさ、その次の日なんかこう、なんだろう、飲んで朝起きて、その状態でなんかいろいろ片付けして帰るのがしんどくてさ、したくないよね。正直。もうこれで終わったかな？話いろいろ聞いたもんね。いろいろ聞いたかな。いろいろ聞けたかな、ちゃんと。聞けてるよ。猪塚さん、昔の動画見てたら、ケビンさん書き込んでる、ヨシオさんの部屋紹介とか。あ、ケイ、ケさん、最近なの書き込んでるんだね。まさか木が倒れてくるなんて。そうだよね、あれね。ちょっとなんか不運だよね。管理者の人もちゃんとね、わかりやすく書いてくれればよかったんだろうけどね。あ、なんかここにまた増えてる。レイドック王、よしおよ、よく聞くがいい。いよいよ明日、わしは無道討伐に出かけようと思う。大丈夫だと思うが、もし万が一わしの身に何か起こったら、その時はシエラとこの国のことをくれぐれも頼んだぞ。ん？何を心配そうな顔しておる。万一、万一の話じゃよ。ケイ、ケさん、本当、不運ですね。そう、ちょっとね、かわいそうだよね、なんかね。しかなんか奥さんの方だけ亡くなったんでしたっけ。なんかまあこのわしに限ってそんなことはないと思うがな。わはは、何にも社会に貢献することがなくなったこのわしが生きてて未来ある女性が亡くなるなんてね。なんかわ、ついうとうとしてしまったわい。なんじゃよしお、起きてしまったのか。今日からはまた旅立てばいかんのじゃろう。もう少し休むといい。せっかく久しぶりに母さんの隣で眠れるのだからな。何なんだそれは一体。別に母さんの隣で寝なくたっていいじゃんね。ケビンさんなんかポルトガル語訳を最近の動画特に入れてるんですよね。ごく最近だと、最近なんかスペイン語の人も書き込んでくれるようになって、ポルトガル語って多分スペイン語圏の人も読めるんだよね、ある程度ね。だからスペイン語もちょっとプラスしてつけてます。なんか南米の方はアメリカからしかこうレトロゲームが入ってこなかったらしくて、多分今のこうプレステとかのゲームは入ってきてるんだろうけど。レイドック王が久しぶりだからって譲ったんですよ。すっ飛ばすから。ああ、そうなんだ。あ、で、だから玉座の方で寝てたのか。王は。なるほどね。そう、だから昔のこう、スーパーファミコンとかの頃、ファミコンとかスーパーファミコンの頃の、テレビゲームっていうか、任天堂のゲームとかやりたければ、ジェネシスとか、メガドラあたりをやりたければ、日本、なんかアメリカだと、アメリカ経由で値段が高いんだって。まあ、多分今、なんだろう、ドル高なのかな？その向こうの通貨からすると。だからもう全然買えないんだってさ、日本から買った方が安いんだってさ。だから、その関係で、日本のスーパーファミコン、ネスとかじゃない、スーパーね、なんで、SNES とか NES とかじゃなくて、スーパーファミコンとかファミコンとか輸入して遊ぶみたいならしいんですよ。で、それを YouTube で探すと、日本の動画とかを探すらしいんですよね、向こうの、南米系の人たちは。で、なんかちょいちょい俺の動画とかが南米の方で、こう、検索されて見てる人がいるみたいなんですよね。で、なんか聞いたらそんな話の話題だったので、ちょっと。ポルトガル語とスペイン語を訳はちょっとつけようかなと思っています。レイドック王目覚めておるだな。
夕べあまり寝つけなかったようじゃが、やはり世界のことは気になると思うすか。いいえ。迷い。わしも本当に平和になったのか。この頃は何か、何やら不安なのじゃ。木村城さん、南米進出ヨッシーサム。そう、南米ね。南米進出だよね。まあよい、わしも本当に平和になったから、この頃は何かの不安なのじゃ。ところで、よしおよ、お前に見せたいものがある。レイドックを兜のようなものを取り出した。この兜は、かつてわしが無道討伐に行った折に、手に入れたものじゃが、そんないいものを手に入れてんの？ほれ、ここに何やら印のようなものが書かれておるじゃろう。これが何を意味するのか、この兜をお前に託そうと思う。ヨシオは伝説の武具、セバスの兜を受け取った。こんなに簡単に手に入れていいの？ケさん、ワールドワイド配信。向こうの人は右下の猫を見て怖くないのですか？怖くないでしょ。普通にいるでしょ。三毛猫いるよね、多分海外もね。ヨシオよ、この国のため、いや世界中の人々のため頑張ってくれ。セバスの兜？この言われが何も知らないんだけど、装備。そう、ちょっと待って、渡すでちょっと見てみましょうか。おお、ずいぶん上がるね。ハッサン、アモス、ヨシオしか装備できない？ドサンコさん、ずいぶんグローバルなチャンネルになったんですね。あ、でも多分あれよ、ドサンコさんも来るよ、多分そのうち。だからあれ、なんだろ、自爆つけた方がいいですよ。この猫は、完全に化け猫。化け猫そうなの？渡すじゃない、装備だ。リノッカさん、アジア以外、VTuber の馴染みがないかもね。あー、なるほどね。でもなんか、あれだね、ケビンさんはなんか、クール的な感じでしたよね。グッド的な感じで。多分、大受け入れてもらえると思いますよ。お、スラリン意外に守備力高くなってる。どうしたらいいの？三毛猫派海外的には珍しかったはず。え、マジで？あ、そうなんだ。ドサンコさん。それはそれでいいね。ですね。好印象だった気がします。なんかケビンさんなんかいい感じって言ってましたよね、なんか。ミヤポンさん。猫か犬か分かってなかったけどね、ケビンさん。マジで？マジで猫か犬か分かってなかった？とりあえず何もしないまま今日が終わってしまう？あれ？やばい、なんか。進展が、まあでもイベントを一つこなして、セバスの兜手に入れたから、まあ進んだっちゃ進んでるけど。ケさん？向こうも気を使ったんですかね？喋る猫？ミヤポンさん。1時間くらい話し込んでる。全、コベさん。いやいや、重要な話とカブトもらったじゃないですか。重要な話が全然身に入ってきてないんだけど。なんだか全部スルーしちゃったんだけど。どうしよう。やばいね。でさ、これまだちょっと行ってない場所が結構あんだよね。どうしたらいいだろう。ちょっとあの町の名前を何も覚えてないんだけど。そこは動画見直せばいいじゃない。でもなんかレンダルおっしゃってるの気がするんだよね。おかしい。ドサンコさん、そういえばストーリー派入ってきませんでした。ストーリー全然入ってないよね。コベさん、やばい、自分で自分の動画を見直してください。わら、でもね、結構見直してんのよ。実は見直してるんですよ。特にね、やる前には前日何で終わったのかが覚えてないから見直してるの、情けないことに。ケさん、アーカイブ見てたら同じところで笑うんですか？あ、結構笑いますね。
なるほどね。こうやってやるのにサンゴのところがクリアするんだね。でもなんかなんで潜れるのかがよく通過できるのかがわかんないけどね。サンゴっていうか浅瀬のところをこう潜るとクリアできるのがさ、理由が全然わかんないんだけど。ケさん、理由を探したら、おしめいだ。理由を探したらおしめいだ。ミヤポンさん、そうそう気にしたら負けだ、わら。あ、なんか家がある。これは初めてだよね、多分ね。なんだこれ。あ、出ちゃった。私の伝説の剣を求めてここまでやってきたのだが、どうやら50年ほど遅かったようだな。何それ。あんたらもザム神官に会うためにここまで来たのか。ケさん、2D の方が街の探索しやすいですな。 2D、 そうですね、 2D の方がね。だったらよそ行きな。この先には名もない小さな村があるだけだぜ。おお。ザム神官だけが伝説の剣の封印を解く言葉をしていたということですが、ザム神官が死んでしまった今、誰も伝説の剣の封印を解くことはできないでしょう。なんだそれ。何ザム神官って。ケさん、ザム神官。ザム神官だって。まあ、とりあえず止まっときますか。たっけえな、おい。ミヤポンさん、実は数日前から 11S を 2D で始めました。わかりやすくてはロタ 2D。 あ、そうなんですか、ミヤポンさん。あれ、すぐ来ちゃったよこれ。え、なにこれ、村。あら、冷たく凍りついてるようだ。この人たちもみんな凍りついてる？ケさん、右下も凍って、早く。リノッカさん、一回クリアしたんですか？ミヤポンさん、一回クリアしたんですか？アルミラージさん、これも6のオマージュなのか。これも6のオマージュ？そういえばこんな村ありましたね。右下も凍って早く。え？ヨシオさんがアルミラージさんにする対応のように凍ってますね。ヨシオさんがアルミラージさんにする。そういうこんな村ありました。仕方なくこうして断りまるかけに困らせてもらってるんですが、アルミラージさん、11結構6のオマージュ多いな。あ、そうなんだ。ケさん、コール配信。コール配信。お主らも泊まっていくか。宿代の32ゴールドわしが預かっておく。ミヤポンさん、11はクリアしました。もう忘れかけてるので 11S を始めました。リノッカさん、アルミラージさん、ヨシオハバカヤキさん太郎なので答えられず凍ってるだけなのです。
リノッカさん。確か 11S の MIDI だと、声つかなかったんじゃないかな。あ、そうなの？声優さんの声が入らないの？全部そうなのかね。動いてる人はでも多分中にいるんだろうね。アプグハ声があった方が感情移入しやすいですか？あー、ミヤコンさん、あった方が。え、マジか、わら。声があった方がいいよね。ミヤポンさん、そういや声なかったな。ヘガーンフードいらねアルミラージさん、11と 11S は全く別物と言っていいです。ケイケさん、氷に炎は安易ですか？氷の炎は愛だと思うよ。もうや、お、壊れちゃうんじゃない？壊れちゃうって分かんないけど。11と 11S 全く別物なの？アルミラージさん、S 箱へと追加ストーリーあるので。それだと迷うね。配信で最初に11やった方がいいのか、11最初から 11S やった方がいいのか。リノッカさん、まあ、2D と 3D 派途中で入れ替えられますね。ケイ、ケさん、今こそ主さん、バーナー使う時なんじゃないですか？アルミラージさん、11S だけでいいです。11S だけで、ああ、そうなんだ。11S だけでいいんだ、配信のもね。じゃあ11S だけでいきますか。バーナー使って燃えちゃうよ。かわいそうだよ。なんすか、ロミオさん。なんすか、甘えたいのか、お前。それ、猫からすると、父親じゃないみたいですよね。ケさん、寿司だけにバーナー派もったいない。もったいないじゃないよ。アルミラージさん、美味しいよ。11S やって介護官の11しても仕方ないので。あー、なるほど、なるほど。ほぼ一緒で追加ストーリーがあるんだもんね。ならね。そういえばさ、セブンイレブンのさ、金のマルゲリータあるじゃん？大イーサのマルゲリータのピッツァ？あれ、すごいの。お店の味そのままだね。あそこ、昔友達の美容室が中目黒にあってよく行ってて、その度に大イーサがまだそこまで有名になる前によく行ってたんだけど、お店の味と全く一緒。あのセブンイレブンのやつ。すげえなと思って、これ500円ぐらいでこれ再現しちゃうんだと思ってさ、そのピザも、バーナーで炙ってる、仕上げに。カリッカリになって、アルミラージさん、焦げ目がついてめちゃくちゃ美味しい。11はストーリーが上下巻、11S はストーリーが上中下巻、ケイ、ケさん、まさピザにもバーナー。あ、そうなんだ。あ、そうです。ピザにバーナーやると、お店の焼き、3D でやり直すか。まだ始めたばっかだし。せっかくだからボイス聞きたいよね。あ、そうだね。ボイス聞きたいっすよね。そう、普通多分レンチンとか、フライパンで炙るじゃない？でもそうすると、中心の部分でさ、焦げ目つかないじゃない？そこをバーナーで仕上げるのよ。ケイ、ケさん。本当にね。時代派バーナーから離れてますよ。離れてないよ。もうむっちゃくちゃ美味しい。本当にお店の味になる。客さんがたくさん入ってきて。じゃあ、ヨシオさん派。11S 派 2D ね。やだよ。3D でやりたいよ。音声聞きたいよ。一緒なんでしょ、ストーリーとか全部。アルミラージさん、声ありのあの葬式のエベのじいさんの涙はなけるぞ。声ありだとな。あ、そうなんだ。へー。それ重要だね。
ミヤポンさん、アフターバーナー、いやなんでもないです。コメントしない方がいいですかね、それ。いやー、ジンビームのコーラ割りうまいな。ジンビームさ、ケさん、勇者の奇跡ってやつのセリフ好き。ドサンコさん、勇者の奇跡、今 11S の公式サイト見ていたのですが、面白そうですね。ちょっと欲しくなってきました。俺ね、11S ちなみに持ってるのよ。持ってるの、やってないんだよね。セールの時に買ったままなんだよね。もうあれでスプラトゥーン3なんて発売日1週間ぐらい買ったのに何にもやってないからね。2回ぐらいログインして何もやってない。ミヤポンさん、セールの時に買いました。あ、ミヤポンさんも。ミヤポンさん、こう思った。わらわら。ミヤポンさんも一緒か。あ、ちょっと待って、ストーリー行くよ、ストーリー。ケさん、まさか 11S も炙ってしまわれるんですか？炙んねえよ。アルミラージさん、ドサさん、 11S 派ドラクエどころか全ゲーム中ストーリー最高ですよ。ロト3部作したことあるならおすすめよ。リノッカさん、プレステ4の 11S の方が綺麗じゃない？プレステ4は11なのよ。S 出てないのよ、確か。だからプレステ4の人が怒ったんだよね。スイッチ版の方に S 出しやがってっつって。ケさん、無料版やっぱ泣けるシーンが好き。え、出てるの？リノッカさん、いや出てますよ。え、ベッド出てるの？ミヤポンさん、出てますよ。あ、そうなんだ、ベッド出したんだ。なんとそれハゲオに行って中古探してきます。アルミラージさん、ドラクエの謎や伏線が全て回収されます。リノッカさん、バージョンアップできなくて怒ってます。ミヤポンさん、私今プレステ版プレイしてますが、わら。え、バージョンできなくて怒ってます。え、話がなんか分かんなくなってきちゃった。ケさん、お腹も出てるんですか？お腹はね、今引っ込みようと思ってますよ。出てますよ、出てますよ。お腹か。痩せようと思って走ってる毎朝。リノッカさん、11やってた人が S にバージョンアップできない。それ11S をまた買わなくちゃいけないな。トロフィー見てください。わら。あ、ミヤポンさんのトロフィーよ。俺スイッチのやつで買ったよ。11S 多分。ちょっと待って、ストーリーが全然進んでないよ。終わっちゃう時間が。てんてんてん、あんたらこんな村に何の用だね。ご覧の通り、わし以外の村人は皆凍りついてしまっとる。こんな老いぼれに用はないじゃろう。さっさと立ち去るがええ。何それ。おい、お前たち何を探しているのか知らんが。アルミラージさん、なぜロトがつけられず、なぜタイトルがドラゴンクエストなのかわかります。ケさん、スクエニの販売方法派、いろいろ意見分かれますね。あー、リノッカさん、まあね、実施毎回プレイ時間派1時間にも満たないな、わら。実施毎回プレイは1時間。ほんとそうだよ。ちょっとまずいね。なぜロトがつけられず、タイトルが、あー、ドラゴンクエストなのかわかります。ほー、ちょっと待って、何を探してるのか知らんが、この村の北東にある祠へは絶対に、あ、行けってことだよね、これね。北東にある祠へは絶対に近づいてならず、絶対にな、行けってことだよね、これね。北東にある祠。ケさん、今日も凍った人たちは凍ったままバーナーを待ってる。ミヤポンさん、振りですね。わら。振りですね。そうだね、振りだね。ミヤポンさん、振り。振り、そう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 。ん？これか？これ、祠じゃないよね。アルミラージさん、ね、ロトの意味とみんなで作る勇者の剣のエベデナ。ほー。ケさん、聞くだけ聞いて出ていく一行。聞くだけ聞いて出ていく一行。その通りだね。あれ？
あら、ずいぶん久しぶりのお客様ですこと。私が誰かも分からずにやってきたようね、クック。向こうは水な旅人よ。南西の村のゴランという若者に私のことを聞いてごらん。シャレ？きっと教えてくれるでしょうよ、クッククック。何の話？南西の村のゴランという若者に。ゴランという若者？ケイ、ケさん？クックって声つけて笑ってください。クックック。なんか面白いこれ。大丈夫。放送事故なってない？南西のゴラン。あのじいちゃんしか見ねえんだろ。アルミラージさん、つまらんぞ。わかってるよ。わかってるよ。じいちゃんのところどこよ。ここだったっけ。アルミラージさん、謝れ。ケイ、ケさん、謝れ。マイクが壊れたかと思いました。ああ、なるほどね。手がかりなしか仕方あるまい。他は当たるしかないようだな。あ！おっと、失礼。急いでるもんでな。テリーじゃねえかよ。なんじゃ、お前さんたち、もうわしには何の用もないはずじゃろう。ん？ゴランという若者は誰かじゃと？わはは、笑わせるばい。ゴランが若者だったのは、もう50年も昔のこと。この老いぼれがゴランじゃ。お前さんたち、わしがあれほど行くなと言ったのに、アルミラージさん、魔物使いのテリワンやな。魔物使いの、ね、今ちょうどあれだ、土曜日やれるんだからね。ドサンコさん、自分はお先に失礼しますね。皆さんおやすみなさい。ドサンコさんおやすみなさーい。ケケさん、50年前って今の右下？今の右下、わしのこと言ってる？わしのこと言ってる？ドサンコさんおやすみなさーい。お前さんたち、わしがあれほど行くなと言ったのに、北東の方から行ったんじゃな。さん、ドサンコさんおやすみなさい。全く若いというのは無茶なものよ。ええか、お前さんたち、もう二度と北東の祠には近づくな。わしのような思いをしたくなかったらな。何の話なの？もう一回行くのか、これ。やっぱりまた来ましたね。ゴランから私のことを聞いたんでしょう。え、ゴランは若者ではなく老人に？クスクスクス、そうでしたね。人間は私と違って年を取るものですもの。私としたことはうっかりしていました、クック。まあそんなことは私にはどうでもよいこと。さあ、ゴランに聞いてきたなら言ってごらんなさい、私の本当の姿を。どうしたのです？さあ、私の本当の姿を言ってごらん。さあ、しかしハッサンには答えられなかった。まさか本当に知らないというのですか、ね、志村嬢さん。もかい？行くんかい？いいえ、やっぱりゴランに聞いたのです。ならば言ってごらんなさい。どうしたの？本当の話。いいえ。知らないよ。そう、ではあの男、ゴランはあなたたちに私のことを言わなかったので。思えばあれから50年、ゴランも十分反省したようね。いいわ、あの村にかけた呪いを解いてあげましょう。ケイ、ケさん、さあ。さあ、何？さあ。クスクス、何？みんな回答が解けるの？雪女？私は雪女のユリナ、この地方の自然を守っているわ。私と出会ったことは他人に漏らしてはいけない。
その約束をゴランは破った。雪山で倒れていたのを助けてあげたというのに、でもその償いは十分に果たしてくれたようね。もういいでしょう。さあ吹雪よ、冷たい棺より皆の魂を解き放て。志村嬢さん、妖怪いい男じゃ。いい男俺の方が妖怪になってんの。これで町の人たちは元に戻ったわ。もっとも彼らにはもう50年の時が過ぎたなんてわからないでしょうね。ただ一人の男を除いてね、クック。さあもうここに用はないはず。早くお行きなさい。それとあなたたちも私た、あなたたちも私のことを喋ってはいけないわ。いいわね。クック。おお、溶けてる溶けてる。ここはマウントスノーの村だよ。1センチ雪が積もってて綺麗なところさ。あれ、隣で一緒に飲んでたゴランはどこ行ったんだ。変だな、確か2人で飲んでたらゴランが雪女がどうのこうのとか言い出して、そうしたら急にドアがパタンと開いて雪が吹き込んできて、すっごく寒くなって、その後、あれ、その後のことは覚えてないや。まあいいか、グビグビ。ここじゃ、なんだ、体温めるサメさん。あんたも飲むかい。はい。ほら、グイッといきな。いい飲みっぷりだな、俺のおごりにしとくぜ。体がポカポカするでちゅ。でも変でちゅ、さっきまでそこにいたゴラン兄ちゃんはいないでちゅ。え、ボールな、200ゴールド。ケイ、ケさん、もう飲んでるのでは？飲んでるよ、飲んでるよ。あれ？なんか戦士みたいな人がいなくなってるね。私何をしようとしてたんだっけ？あ、思い出した。井戸へ水を汲みに行くんだわ。そうよ、そう。はい、いらっしゃい。ここは道具の店。はい。いらねえ。いいえ。俺のお袋に聞いた伝説によるとだな。雪女を見た者は。なるほど。50年だったら猫になるんですな。50年経ったら。そうそう、俺50歳だったんだね。効率的にされちゃうって話だ。あんたも気をつけな。ところで、あ、武器やか。これあんまりいらないよね。フラリンがいいね。フラリン。でもなんかこういい飼い主に巡り合ったらさ、猫で暮らしたいよ一回はさ、一生。今なんか20年ぐらい生きられるさ。スラキチ入れてないからスラキチレベル上がらないぞ。スラキチ、スラリンがいるから。アルミラージさん、小ヤブいらないだろ。小ヤブ、スラリンは小ヤブなの。あ、小ヤブってあれレッサー。ケイ、ケさん、鋼の牙ってどうやって使うんですか？鋼の牙、口にはめて使うんじゃないの？どうなの？その大喜利が決着地点がわかんない。小ヤブは小ヤブだろ。小ヤブは小ヤブなんだ。どういうわけか、突然皆が氷から溶けたのだ。あんた誰よって追い出されてしまった。ちゃんと宿屋は置いていったの。ケイ、ケさん、噛むんですか？え？
噛むんだね。噛む噛む。ドラキュラみたいになってるよ、きっと。テックシ。え、なんだか冷えたな。冷えてるわ、それ。あら、なへんね。今作ったばかりのシチュー冷めちゃってる。食えねえだろ、もう、こうさって。あ、そうだ。お散歩に行くんだっけ。さあ、おいで。けさん、ワンワン。おっと失礼、なんだか長い間寝ていたの気がするな。ワンワン。一体これはどうしたことか。いえ、実は私、高名な賢者であるザム神官の噂を聞いてきたのですが、ザム神官といえばかなりのご老人でもうとっくにお亡くなりのはず。せめてお墓にでも参ることができればと思っていたところ、なんとあんなに元気できて、え、おいでじゃないですか。え、いや驚きます。何の話。さすが高名な賢者殿、並の人間とは比べ物にならない生命力ですが。え、どういうこと。生きてんの。ミヤポンさん、わからんのかい？わら。何の話ですか？リノッカさん、入れ替わったんじゃない？志村嬢さん、最近カジノのぶっ込みがないのが寂しいだす。カジノがないんだもん。けさん、氷。アルミラージさん、氷。若焼き三太郎の本領発揮。何の話してんだよ。何？一応セーブしとくか。何の話してんだろうね。アルミラージさん、一人を除いて張って言ってただろ。ミヤポンさん、嘘だろい、わら。アルミラージさん、理解力0。理解力ゼロ？一人覗いてって言っただろう。何の話してんの？リノッカさん、猫が一瞬止まった。あ、ちょっとカメラが外れちゃいました。ミヤポンさん、いや、一人を覗いて、はご覧のこと。ご覧のこと。アルミラージさん、ちゃんとストーリー見てない上に理解してないから。え、みんな理解してんの？ならいっか。けさん、雪女。雪女？何の話してんの？え？何が分かってないんだこれ。カジノが分かんない？何？ちょっと待って。ムー、確かに、え、ザム神官。アルミラージさん、氷の呪いを解いてないのは一人を除いてって言ってただろ。氷の呪いを解いてない一人除いてって言ってただろ。志村嬢さん、クリア後しばらくしたらストーリーを説明できなさそうだな。アルミラージさん、一人だけ氷漬けにされたままってことだろ。けさん、この人、ゲバンじゃない、これザム神官だね。え、ちょっと待って。けさん、似てる。似てるけどね。え、ザム神官ってここにいるの？神官でこれ。え、アルミラージさん、学者じゃない、学者じゃない。ザム神官も氷漬けにされたから若いまま。おー、そういうことか。伝説の刀の封印を解く人が氷漬けになってて生きてたってこと？なるほどね。そういうことだね。だから今呪い解いたから、ラッキーなことに、ってことだね。何、伝説の剣じゃった。あ、おお、知ってると思う。剣はこの村から北の
氷に追われたアルミラージさん。説明せなわからんのか。いや、わかったじゃん、説明しなくても。あ、アルミラージコスケが説明してたか。自分でわかったような気でいたわ。ケインはこの村から北の氷に追われた洞窟に眠る。しかし封印の扉がその入り口を閉ざしておるのじゃ。ミヤコンさん、ひでえ、わら。ひでえ。説明してもらったのに無視してた。ケイ、ケさん、ざわざわ。封印を解くにはある言葉を扉の前で唱えなくてはならぬ。アルミラージさん、私はその言葉を知っておるが。あかん。ダメ。ミヤコンさん、教えてもらっといて、この仕打ち、わら。すいません。本当申し訳ない。ちなみにわしはその言葉を知っておるが、教えてほしいか。いいえ。なんだこの態度は。なら教えてやらん。とっとと帰るわよ。何よこいつ。ケイ、ケさん、これコロマさんに、クック。クック、そうなの。いいえ。なんだよ、教えてくんねえのかよ。世界がかかってんじゃねえの。アルミラージさん、アモスみたいにイベ終わるで、はい、ああ、それやだね。よろしい、そこまで言うならお前たちは特別にただで教えて信ぜよ。封印を解く言葉は初めの合言葉と3つの文章からなっておる。まず初めの合言葉はメラサム。え、覚えらんねえよ。ちょっと写真撮っとくか。メラサム。メラサム、メラサム。はじめの合言葉？メラサム。これ唱えればいいだけ？そしてこれからが大事だと心して覚えるようにな。アルミラージさん、ポガママチョ、ミヤポンさん。覚えるボタンの出番なんだが。覚える出番のボタンだが全然覚えらんないんだよね、そのボタンがさ。志村嬢さん、令和の家男が現れておったわい。アルミラージさん、覚える機能。覚える機能。ケさん、パシャリ。ミヤポンさん、文明の力で覚え出した。わら。覚える機能の、覚える機能を思い出すボタンをください。まず一つ目の文章は、自分は正直者だというようなことだったか。二つ目は、次も重要だ。力持ちの姫が樽を持ち上げて、てんてんてんじゃったか。ん？どういうこと？そして三つ目は、氷を食べるときは、寒くて鼻や痰が出てくる。何これ。え、じゃな。うむ、これだけ教えれば封印は解けたも同然。わかんねえよ。ケイ、ケさん、痰が出るのは病気。そうだよね。ミヤポンさん、もう毎回打つの面倒なので説明しませんわ。ああ打つの面倒な、ああすいませんね。でも大丈夫、ちゃんと写真やったんで。だってできんないもんだって俺。ケインはこの村から北の氷に覆われた洞窟に眠る。心伏せ行くわよ。おっと、言い忘れたが、もしケインを手に入れたらわしに報告に戻って。アルミラージさん、ミヤポン先生がサジを投げた。サジ投げた。あー、それが礼儀というもんじゃぞ。まあしょうがない、そこはちょっと報告しに来るか。じゃあ今日はこれで終わりにしましょうか。医者がさじ投げるレベル。医者がさじ投げる。ちょっと待って、これなんか X ボタン押すと思い出すんだ、覚えるんだって。覚えねえじゃん。ダメだ、チーズなんて。やっぱ無理だよ、俺無理だ。ミヤポンさん、ヨシオがいないから。そういう話ね。あー、まあいいや。とりあえずは写真撮ったから大丈夫だよ。じゃあ今日はこれでちょっと終わりにしたいと思います。もう12時に過ぎちゃったんで。ミヤポンさん、 X ボタン向こう。 X ボタン、あー、よしおがいないから。
じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。明日はあれだ、伝説の刀マウントスノー。シゴルさん、お疲れ様でした。シゴルさん、お疲れ様でした。アルミラージさん、ポコチンでした。リノッカさん、お疲れ様でした。リノカさん、お疲れ様でした。ケイケさん、ポコチンコン。ケイケさん、なんだなんだ、ポコチンになってるぞ。お疲れんこん。ミヤポンさん、おつでした。あ、ミヤポンさん、お疲れ様でした。アルミラージさん、あれ戻したのか。あ、アルミラージさん、志村城さん、戻したの。週はちゃうんすか。終わっちゃうんすよ。今日はこれで終わりにします。もう12時過ぎたんでね、明日伝説の刀を取りに行きましょう。それ絨毯の話どうなったの。ケイケさん、草。ケイケイさん、草。絨毯の話どうなったのよ。なんか全然わかんなくなっちゃう。絨毯取りに行くんだったよね。あとファッションショーとかもね。で、カジノも現れてこないしさ、楽しみがなくなっちゃうんだ。ミヤポンさん、うるさいので消しました。そうなんだ、ミヤポンさん消したんだ。じゃあこれで終わりにします。おやすみなさい。ではまた。ケイケさん、なかなか鍵取ったのに。なかなか鍵取った。ミヤポンさん、家族とかに聞かれたら会議になるでしょうが。そうなの、ポコチンポコチン連絡、あれだ、連呼してたからね。ポコチン消滅魔法。アルミラージさん、ポコチンでした。直接だから、それ直接言ってるから。あの翻訳のポコテンテンテン。アルミラージさん、ポコチン会議。やめろっつーやめろっつー。じゃあ、ケさん、ポコチンコン。それは生きてんのかよ。どこが生きてんのかわかんねえよ。ケケさん、お疲れ様です。おやすみなさーい。